次は海上自衛隊佐世保資料館に行く。自衛隊の施設で見学できる資料館などは全国に7カ所ある。海上自衛隊は3カ所、航空自衛隊は1カ所、そして陸上自衛隊は3カ所です。以前広島県呉市の鉄のクジラ館は訪問済み、今回のツーリングで海上自衛隊の資料館3カ所を全てを訪問予定だよ。今後全ての施設にぜひとも訪問したいね。防衛省自衛隊のホームページを見るとスポット開催ツアーというのがあり、自衛隊の一日体験などができるようだ。ただ対象はほとんどが大学生、女性、子供であり、私のようなおっさんは対象外、残念。はい、海上自衛隊佐世保資料館に到着しました。ここはですね、今は、コロナウイルスの関係で、事前予約が必要です。一応ね、3時に、予約をね、してますので、見学することはできます。あとですね、中はね、あまり撮影することがね、できないので、中の様子をね、ちょっとお伝えすることは難しいかもしれません。この国を目指して多くの外国船がやってきた。私たちの祖先はその度にこの国を守った。今時が流れても国を守る心はいつまでも受け継いでいかなければならない。海の中は様々な音であふれている。人間を特定するのに用いられる指紋、同じように船にも固有の音、音紋がある。推測員はその音紋データと照合し相手を特定していく。ソーラー探知100度監視音。課長、ソーラー探知音を探知しました。適正と判断します。了解、配置につけ依頼したよい。全人機の US-1 と合わせると1000人を超える命を救ってきた。
共同訓練。海上自衛隊は日頃から多国間の演習や親善交流を積極的に行っていた。四方を海に囲まれた島国日本、海とともに歴史を歩み未来へとつないでいく。盛況即応を極め続ける海上自衛隊は、これからも日本そして世界の海の平和と安定に貢献していく。はい、お土産にね、カレーをね買いました。思ってたよりね、撮影できるところがね多かったので、多分ね、館内のね雰囲気をお伝えすることがねできたんじゃないかなと思います。はい、ではね、今日はね久留米に、宿をね取ってますので、ここからね
移動したいと思います。四方を海に囲まれた日本の安全を24時間体制で守ってくれている海上自衛隊の皆様、本当にありがとうございます。